ここはデビル様なしか来ない街なんで、街中に悪魔もまあ勝手に召喚しっぱなしみたいな感じの場所なんです。じゃあもういよいよ、はい、湾岸倉庫に。倉庫行っちゃう。だ、はい。経験値どれくらいもらえるのかな。34いけるかな。出なよ。出たら金馬も行きましょう、ね。どれくらい経験値もらえるかによって、そこ朝も何時ぐらいまででこう終われるかが。朝も。あ、目の前にフロスト君がいるので。本当だ。悪魔からもリクエスト受けられるんですかね、今回。かわいい。あ、彼は黒一郎っていうんです。黒一郎、長男。長男なんだ。へ、はい、え、可愛いオイラのたまに頼み聞いてほしい方だって。いや、聞いちゃいます。聞いちゃうね。行きましょう。本当か。可愛いね。あ、なんか動きがいいですね。うん、ね。はいはいはい。海沿いの方。なんだ。風呂次郎。風呂次郎。とうとう風呂。え、クマアレルギー。風呂次郎。そうなの。クマアレルギー。あ、土ね、なるほどね。ああ。そっかそっか。なんかこれ要約すると気に入らないやつをちょっと倒してきてくれっていう。害虫駆除ですね。害虫駆除だ。そう。害虫駆除の依頼を。なるほど。あ、対象の敵もアイコンが出てくる。うんうんうん、そうですね。ちょっと土蜘蛛いたら倒しながら、うん、まあ、はい、ですね、土蜘蛛大事ですね。ちょっとダンジョンの奥に進みました、はい、うわー、作り、あでもマップ見やすくないですか、うん、ですね、うん、すごい探索しやすいね、ちゃんと明かりも灯してくれて、もうなんかあのドゥンドゥンってならなくて済みますね。わかります、わかります。LR でドゥンドゥンつってガツガツみたいな、ゴッゴッゴッて。うわ、戦いだ。あら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 、コマンダースキル、はい、うんうん、はいはいはい、一旦につき一瞬、うんうん、まあ、とりあえず一旦見せましょうか。始めが肝心、うん、行くぜ。 お、目見えました。あ、見えた。本当だ、ね、やってくれるか。かっこいい。それがいいわ。それで、これもう弱点みたいな。やってちょうだい。一度見つけた弱点はあのスキルリストのところでこのスキルを選ぶと弱点つけるよって出てくれるので、なるほど、すごく便利になってると。行こう。覚えなくていい。さて、このアシストってやると自動に弱点のを使ってくれるんですね。そうですね。これもめっちゃ便利なんですよ。すごい。頼む。行きます。分かってるよ。とどめ。すげえ。あー、強い。もっと楽しませてよ。すごいですね。いいですね。あ、でちなみに戦闘の時の衣装を変えられるのでちょっと変更してみましょうか。おお、はい、コマンドメニューを読んでいただいて、コンフィグですね、からシステムか、システム、コンフィグでですね、下の方にあのバトルの、衣装、あ、ごめんなさい、間違えました、サマナーの方ですね、戻っていただいて、はい、サマーナーでキャラクターごとに衣装を変えられるので、下のフラクタルシェイプとか選んで、これだ、はい、アトラスなのに優しいって言われてる。おお、あとまあネミッサ、ああネミッサ、頑張りませぬ。あとまあ豪華版のについている、メアリー風のメイド服とかですね。ネミッサいいな、これ、うん、メアリーもいいです。いやでもメアリーちゃんと仲良くなりたくて、あ、どれだけうるうるしたか、ね、一通り全員分の衣装あるのでちょっと、はい、着替えてみてください。やってる。ません、ね、おー似合うな。嫌いじゃない。あ、うん、似合う。ガンプ持ってる、うんうん、ガン似合います。なかなかね。あら、なかなかね、うんうん、いいですよ。あ、これいいと思います。これいいと思います。これはね、たまりませんね、うん、あ、そういう、派手に行くぜ。あ、ちょっと悪くないだろう。うーはー、なるほどなるほどです。はい、さあ一緒に踊ろうぜ。歴代のね、いろんな派手に行くぜ。シリーズのね、かっこいい、うん、第一印象が肝心だぜ。衣装悩みますね。悩みますね。切り替えていこうぜ。似合うな。冒険するのも悪くないね。サメバを見たいですよね。サメバ、まあ、サメはどれも見れるんだろう。いい仕事してるぜ。派手に行こうぜ。じゃあ今
やっぱり一緒に踊ろうぜ、うん、教授ですね、はい、いいですね、これでいいですね、これでいきましょう、うん、たまりません。でその、はい、先ほどのところでコンフィグシステムのコンフィグのところで、機体衣装の BGM に変更できます、バトル BGM、 ここでそっか、はい、BGM も合わせてね、こう持ってる衣装の BGM が、そうですね、はい、ちょっとまあいろんな曲聴いていただきたいのでランダムにしてみます、ランダムで、あと補足なんですけど今回 PS5 版でプレイしていただいているので、はい、あのグラフィック設定も変えられたりします、はい、今あの 60fps で動いてるんですけど、うん、そこをグラフィック優先に変えてもらうと、はあ、これ上ですか、グラフィック設定ですね、下から3番目、はい、はいはいはい、そこを変えてもらうと、4K で描画するモードに変わったりとかします。おお、本当だ、なあなあ、はい、難易度、あとまあ難易度とかも変えられますね、うん、今のイージーなんですけども難易度我々が知らぬ間にひよってるんじゃないですか、ひよってない、ひよってないですよ、でもクリアできなかったらどうしようとずっと思ってます、おい難易度どうなってるの、シルッとイージーにしてる、ノーマルにしましょうよ、ノーマル、ノーマルでいいんですね、ハードでもいいんですぜ、ハードハードでもいいんですぜ、ハードもいけるかな、ハードもいけるかな、いけるかな、もうちゃんと喋れてないけど、何の役にしてるのかわからない、壁紙はじゃあ未然にを切っていただくって感じで、なるほど、ハードでいけなかったら、でもハードちょっと見たいです、ハードなんかいろいろじゃあその都度見ていきましょうか、なるほどなるほど、一旦じゃハードして変えれるから、ただでもここは割ともう一旦クリアしてるダンジョンなんで、はいはい、ハードにしてもそんなに歯ごたえは変わんない、一緒だ言うな、皆さんにアイコンをお届けしたいじゃないですか、行きたいですね、じゃあイージーで、イージーはねえだろ、イージーはねえだろ、ノーマルで大丈夫かな、ノーマルでいきましょうかね、ですね、いきましょう、あー面白すぎる、物足りなくなったら全然ハード、そうそうですね、ちょっと何戦かねしてみたいです、あ、言いますね、これをちゃんと後ろから、大時間のレベル上げになってもリンゴちゃんのお尻眺められるからなんか全然苦に思わないかも、今攻撃しましたよね、あ、衣装いいですね、うわ衣装止まりません、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、曲も変わってます、曲も衣装も変わってます、一気にやっちゃえ、これだからアシスト三角でもう勝手に使ってくれるんです、いけるの、行こうか、当然任せるわ、言われなくてもな、すごい強い、やるじゃん、よーデータ適合、はい、じゃあこれ、いいですね、退屈な相手だったわ、すごいペルソナの曲、いいね、いいね、かっこいい、ね、うわ危ない、じゃあそっかランダムで聴けるってことは、そう、いきますよしよし、こやら、しょっぱなからかましてやれ、うちょっとなんかアイテムとかも見ますよ、ちょっとなんかあ、いいですね、色々あるんですよ、ちょっとミレリーさんが何か使いたいな、あ、何か使いたいな、わからないからこそのそ、ね、好きなの頼んでいいよ、いいよいいよ、うん、好きなの頼んでいいよって何何やってみたい、うんうん、わかんねえ。お兄さんとお姉さんが何でもそうね、なんかゼリーとか行ってみる？あ、ゼリー、ゼリー好き？あげちゃん、あげちゃんだ。なんでだろう？なんか若干セクハラっぽい感じする。なんでですか？言い方かな？言い方だよ。ゼリーは何なんですか？ゼリーはこのドロップとゼリーは何が違うの？ね、ドロップはチャクラドロップっていうのがあのまた効果というかね、そうそう、用途が違う感じなので、技を使う時の MP を回復しているんです、うんうんうん、アルカジャはゼリーと何があるんですか、ゼリーとあとあれはもう一つ、アルカジャは、うんうん、玉ですな、はい、これは味方全員ですね、これは全員単体、単体と全員、あ、そっかそっか、全員のやつで、全員のやつ、おー、いっちゃう、おー、いっちゃいます、じゃあ攻撃か防御か、うん、攻撃、攻撃、あ、いいね、いいね、じゃこれ使います、こっちに頼む、攻撃使う感じがすごいリンゴちゃんっぽい、うん、いいね、さっさと倒そう、ここはあなたに任せる、それはどうだ、いいな、この衣装、はい、
グレートだ。行こうか。頼んだよ。いい灼熱の味を教えてきた。ちょっと強すぎてサバトが出ないっていう。確かにやっぱハード見せたいんですけども、ね、今難易度何でしたっけ、はい、今難易度ノーマル。やっぱりハードの方が。ハードハードちょっと一戦やってみます。うん、ねね、せっかくですし。ね、そうするとこう弱点をねつく流れになって、うん、よしこれでいきましょう。ちょっとまだ土蜘蛛も倒せてないですね。あ、そうね。ロボさん、あとダンジョン中に悪魔探索の仲間がいると思うので、うん、そうでした。発見したら積極的に。そうだ、お友達。はい、あれ、あ、そうでましたね。あ、モコイさんだ。片足で。モコイさん。わあ、攻撃しよう。これ紹介パターンじゃないですか。そうですね。本当だ本当だ。仲間の紹介。お、あれ。あら、あんだけこうあなたの仲間バンバンやっつけてきたけど、うんうん、ちょっと混ぜてほしいなって。いいの、あら、じゃあ入れます、入れてあげましょう、まあ、入れましょうね、はい、やっぱね。え、本当に、あ、あ、もう向こうから結構やるだけやるよ。お、あ、すごい、こんな感じで契約を受けるんですね。なるほど。へえ、まあね、あんだけこう倒してったら強さにひれ伏すみたいなのがあるかもしれない。よし、ちょっと仲間になっとかないとみたいな、うん、って言いながらも、まあそんななんか同族バンバンやっつけるんですよ。片付けてくれ。本当どう思われてるんだろうなと思います、ね、毎回。あちらからするともう作戦どおり、装飾無事にする。だからね、切れ伏した方がいいっていう判断ですね、うんうん、強いな、やっぱちょっとやっぱ硬くなりますね。いけるわね。それは効きそうだ。踊りなさい。こんなやつに。なんだ。とはいえやっぱり我々がみんな強い。うん、強いですね。まあでも土蜘蛛がねどうか分かりませんもんね。そうですね。うん。ちょっとね探索しつつまたいろいろ見ていきましょう。はい、奥へ奥へと行きましょう。おお。土蜘蛛倒したい。いいですね。このなんかこう。ちょっと丈が高い。あ、仲間。攻撃しなきゃ。エンジェル。あ、やばい。回復とかもしてくれる。いい。何気ちょっとこうエンジェルの違うポーズとかすごい。うんうんうん、さよなら。あ、消えてしまった。ちょっと後ろからも見たかったんですけど。このエリア内でいろいろ皆さん自由にされて。ね、あ、いる。あ、あれ。はい。スギモじゃないですか。あ、あ、スギモですね。ウリア。やろうやろう。よし。お、来ました。でかー、クモ。そうなの、あんな虫が湧いたらやっぱ駆除がね、あれ、アレルギーどころのお話では。そう、だからね、ヒーホー君がちょっと何とかしてくれと。これはやっぱね、害虫駆除業者に、うん、害虫駆除なんという願いしなきゃ。お、避けられねえぜ。はい、うわ、あ、強い。うん、やっぱり倒してしまった。強いですね。強い、うん。これは土蜘蛛さん他にもいるのかな、まだ。あ、ね、いる気がする、ね、探そう。敵です。あ、敵、あ、どこ、どこだどこだ、ね、あ、いた、あ、土蜘蛛っぽい、やろう、やっと、すごい、あ、よし、友達もいる、ドギモを抜いちゃえ、うんうん、なあ、それがいいわ、効果的に。サイゾー、おい、片付けてくれ。うぅ、あと見たい。作戦通り、よし、これで敵さんもビビって、こいつは効くよ、これ。いや、いい、いいわ、とどめ。アイオンの実力いくわ、さっさと駆除しましょう、うん、いいわ、いいわ、この力で。もサバト見たいな。サバト、だこれで効果的に足るんであればサバトがいけるかしら。いけるかしら。いきます。くらえ。邪魔をしないよ。お、初サバト。それでさっきストックした仲間が出て、うん、あ、この二人が出てきてくれた。あ、追撃スキルですね。追撃、出てきてくれるんだ。あ、おお、かわいい。4、おお、あ、すごいすごいすごい、そういうことなんだ。追撃強いですね。めちゃめちゃ強い。
でもなんかやっぱまだ仲間も少なかったり、りんごちゃんのレベルの問題もあって、ちょっとこうメンバーがまだ少ない。ね、一声みたいなね、うん。これが増えていくと思うと、ガンガン、ポイントとしてはね、もう1,2,3,4は全て達成して。あ、やべ、切ってない。あ、しかも2匹。あ、これはこれどうだ、いいんじゃないですか。展開的に。それがいいわ。リンゴ頼む、うん、そうね、よし、強い、倒せちゃう、良い方向が、ね、強いのか、動くなよ、命中、これはやすんでていいか、家に弱いから、それいい、凍らせてやる、もうほんと、すごい、衣装倒せちゃう、ね、普通に、どうして邪魔をするんだ、うん、あのバトル中の会話パターンは結構たくさん作ったんですけど、やっぱり彼ら仲間同士っていうよりは、まあビジネスライクな付き合いなんで少し距離があるんですよ。これが物語がだんだん進んでいくと、ちょっと掛け合いの雰囲気とかが変わっていったりするので、そういう意味でもなんか結構飽きずに楽しめるなんか、この技を使おうとしてどれしようかなって思って選んでる時に、賭けだなとかって言ってくれるんですよ、うん、なんかそのそれ行くのかみたいなの言ってくれたりする、やってくれるか、なんかより結構 HP 減ってくると大丈夫って言ってくれたりとかするようになっていったりします。すごいみんながいてくれる感じがしますね。動くなよ、命中、うう、ザコが行くわ、ミレディ、これなら魂まで凍りつけ、いい動きだ、そうだ、ここはあなたに任せるよ、へよ、終わりだ、終わってしまう、立ちはだかるなら容赦はしない、お、お、土蜘蛛を倒した、お、風呂一郎、風呂一郎、報告、じゃあとは最後の漆黒の怪人を、あ、そうだ、そうだ、はい、そうでした、あの人、あの人ではないと思うけど、うんうん、あの方がまだそのミッションありましたね、はい、そうだった、うん、風呂一郎はそうでした、後でいっか風呂一郎、いや一応教えてあげる、まずは漆黒の怪人教えてあげますじゃあちょっと漆黒の怪人見てから、あ、あ、いる、いる、あれじゃないですか、あ、いましたね、あ、ほら、あ、やべ、ちょっと待って、あ、あ、これはそっちから回り込んで、あ、嘘嘘嘘、やだ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 、ちょっと待って、漆黒の怪人に、危ない危ない、ダメだ、ちょっと僕見てる、ちょっと待って、一回止めて、もう力入りすぎてログ出ちゃった、ログから行こうとしてもになっちゃったんですよ、力入りすぎてバトルに行きましょう、エル押し込みしちゃったんです、力入ってたから、危ない危ない、怖くて、ちなみに今のは超強いレアエネミー、色違いましたもんね、リスクエネミーですね、リスクエネミー、やばいね、どうする、どうする、ここに来て、いや、でも、行きましょう、あのお方がいる目の前で、ここから難易度変えれないですか、その、いや、やっぱまずほら行きましょう、まず行きますか、もうバトル行っちゃいましょう、どうあっても楽しいですか、まさかの、ね、一旦ログ落ち着いてみましょう、みんなでログ、ここまでのログ落ち着いてみる、ログね、ログ土ゴム倒しててなんかハッピーでしたよね、え、じゃあこれ解いたらもうすぐ来るってことですよね、やばい、おそらく、ま、お待ちかねの、行きましょう、え、こう行けるかな、ちょっと厳しいんじゃないですかね、厳しいかな、やってみましょ う、シミュレーションちょっと重ねて ね、できなくはないと思うんですけど、こうね、こう、グルンブルンですよね、グルンブルンね、グルンブルンね、よし、切りつけ連打でね、そう、切りつけ四角でしたよね、もう分かんなくなるんですよ、こういう時そのあ慌てすぎて、四角ですよね、四角ちなみにリスクエネミーには切りつけ効きません、うわ、じゃあやっぱり避けよう、じゃあもう逃げる、グルンブン、はい、運命を生き入れるしかない、いきますよ、よし、はい、どうぞ、もうそんな、もうめっちゃここだったんだ、もうめっちゃ近くにいたんだ、もうすぐ目の前だ、お坊さん、アイテム、アイテムを使ってください、はい、アイテム、うん、一番下に多分あるかな、え、トラフーリボームっていうのがある、逃げれる、え、はい、これ逃げれるんですか、逃げれます、え、逃げちゃうんですか、逃げるんですか、やばい、逃げた方がいいと思います、え、やばいらしいよこれ、稲尾さちゃん、うん、そうです、いやでも可愛いですけど、ね、可愛いけども、はい、凶悪ですね、うん、今日の目的が達成できた、ね、悪いウサギなんだよ、そうなんだ、そう、あんな可愛いんだけど極悪、うん、ちょっと怖いね、ウサギは逃げるわけねえだろ、うわ、いけるか
マジか。ちょっと行ってみよう。一旦だけやって。そう、一旦だけで様子見てみて。危なかったら。どれぐらいなのかなっていうので。じゃあ様子見て。もう本当にちょっとみんなガードとかにします。いっそ。ちょっと痛みガードで感じてみます。ガードで感じてみますか。でもその回もある。確かに。そうそうね。うん。確かに一旦ガードして今はじっくりと殴ってあげます。確かにどの手で行くんだ。ここは耐えるとき強そうな敵がいる。ガードは結構有効ですね。あ、なるほど。じゃあよし、なんとかこれでちょっと様子見で、はい、ただのウサギの可能性もありますからね。すくんだして、ちょっとうわー、危ない危ない、逃げよ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 、ガードしててこれでしょ。え、2連エグ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 やばいやばいやばいエグ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 、もう俺も変わって変わって逃げよ変わってもう、え、なになに、もうマコ、逃げる逃げる、トラグリゴムで、あのアイテムアイテム、あ、そう、マコアイテム、そう、餌餌マコ餌、あ、トラグ宝玉、宝玉とかも使っちゃったら、もういいですよ、もういい、こういこういこう、使っちゃう使っちゃう、帰ろう帰ろう、あ、だってだってガードしててあのダメージはダメ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 よ、あれはダメ、今危なかったってことですよね。危ない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 、ガードしてなかったらみんなね、じゃあ逃げますね、逃げましょう、危んりょー、逃げるにしかずでね、作戦成功、怖い、え、なんかやべえ、これでももういないってことですよね、後ろには大丈夫ですね。はあ、そうなんですね。ちょっとまあ回復しときます。漆黒の怪人に挑む前に回復をしましょうか。はい。あと難易度を変えた方がいい。心配されてる。でも変えます。ノーマルにしようか。一旦じゃあ回復して。満タンに。うん、しちゃった方がいいですよね。あ、もう大丈夫か。うんうん、まあ確かにもう、はい、あの自分のゲームデータじゃないと思うとアイテムバンバン使えますね。わかるよ。確かに。じゃあノーマル。はい。はい。では、ああ20年ぶりの再会です私。そう、ただもう一個ミッションがね、ミッションというか。5体以上のサバとちょっとやっぱ見せないとっていうところ、じゃあマッドガッサーにそれをぶつけましょう。いきますか、いきます、ガッサーさん、やっダメか、今も昔もやっぱイベントのありますね、イベント戦なので、はい、話しかけましょう、漆黒の怪人に違いない、うわ、怖っ怖っ怖っ、これこれ系だ、うまい、ちょっとうまいって今そのね、そう、この喋りいいですよ、行きます、いやでも普通の格好してるガサさん、いやなんか立つんだ、感動、あ、もうね25年前からあのポーズでいるから、そうなんですね、まずはちょっと弱点を探ってみましょうか、これわかんないですね、どうだったかな、聞くといいけど捕虜も見ようか、確かに、ね、うん、乗ってたらもしかすると変わってるかな、そのあたりは近しいと思うんですけれどね、うん、あ、成長してるんで、あ、キャラのやつ3パターン持ってますか、ね、今んとこ、ね、あ、ちょっと待って、でも技のちょっと試しにっ、じゃあ殴っといてください、まあ、一旦まあ物理から、うん、ちょっと殴りつつ、あなたの判断に任せるわ、ページがすぐ出ないっていうのを、硬いな、なかなかアプリと違って物理ではありませんでした、銃撃銃撃銃撃見てみましょう、サイズを、そうそう、こう一個やってくるのが楽しいんだよな、はい、あ、違う、あ、もっともうレジストだもん、だ俺たちだね、言われなくてもジフかジオ、じゃあブフかジオ、これはもうやってみてですよ、あ、ちょっとジオやってみよう、ミレディ、それは賭けかも、もう今度言ってくれる、そう、そういうことは嬉しいですよ、あれ本当に当時は、はい、あれです、ハマに弱いです、当時はハマ、ハマから持ってる、ハマだから、あれか、なるほど、はい、光の光っぽいやつだ、うん、ええ、うん、で呪いは反射してきます、当時は、うん、でもないです、ただ今回は、あ、じゃあもうガラッと変わってるんだ、もうニューガッサーさんなんでどうかは分かりませんけど、当時はそんな、うん、確かにハマ苦手っぽいもんな、うん、じゃあでもジオってこう光ってるから、でも持ってないからですね、そう、ジオ光ってるからっていう同じような行ってみましょうか、はい、神々しい感じでいけないから、ね、聞かない
ことはないんじゃないかな。列電気。あーダメだ。なんだろう。それで行こう。ブフとかやってみます。ブフ、もう属性ね、いろいろちょっと当てていって。じゃあブフ行きます。聞くかわからない。静寂をくれてやる。聞いたら。おお、来ました。なるほど。ってことはこれで来てくれ。逆転がブフ表現だと分かりましたね。はいはいはい、ね、これでもストップは積みやすくなりましたよ。で、勝てえな。今回このボスって寝てくれるんですかね。はあ、なんか寝るとちょっとこう寝言を言うみたいなのも、うんうん、敵によっては寝てくれたりします ね。じゃあ早速ポイント5の悪魔5体以上のサボットやってみましょうか。ちょっと見ていただいて。あとはコマンダースキルで、はい、スタック最適化を、うん、これでスタックが1つ増えるからこれ使う。はい、はい、いいぞ。あとはとにかく敵の弱点を中心についていってください。はい、よーし、ウフーラ、ね、もう行こう、はい、凍結系で。はい、スタック貯めて。どうぞ。治療しなくて大丈夫。サイゾウ、サイゾウ、もうすごい。ラフラ。でも持ってないな。アイテムとかでないですかね。そっか、アイテム何か。あ、ないか。あ、ない。じゃあここは普通に攻撃しましょう。でも毒かわいそうだから直します。なんかね。直せるのあるかな。これ毒っぽいですね。毒っぽい。悪いもんでも食ったかな。そうかもしれないな。まだまだだ。はい、うわー、キラキラエフェクト好きでしょ。それいい。ミレディ仕方がないわね。スタック。おお、4、今で4。この力はもう一回仕留めなさい。アロ、おーおーおお、勝ってきた。スタックが6。おお、いいねいいね。あー、来ましたね。嬉しい。僕初めて見る。まだまだ食べたい。ほんとっすね。おお、これはすごい熱い。おお、あー、いい。 あとちょっと残った。倒しきれず、なんかあの色のエフェクトもなんかちょっといいですね。おお、この戦い、あとはまあ必ず倒せば、うん、なるほど。でもあのままね、もっと強いと弱点ついていって、リンゴちゃん、それはリンゴちゃんで、じゃあ最後決めます。リンゴちゃんどれがいい。何がいい。それは効きそうだ。期待できそうね。ね、トムちゃんこれ。でもあの氷のやつがいいんですよね。うん、期待できそう。すごい覚えてる。もう弱点属性をしっかりと把握して、バッチリこれでいく。それで最後決めよう。はい、アイホー君の。いきます。氷でウフラ。すごい。なんだ。うわー。たまりませんな。最初良かったね。お、最後に報告。報告だ。で、報告をしてリクエストを終えましょうか。はいはいはい。マッドガッサーはみんなの心の中で。やば。でもなんか嬉しかったな。ポータルから、はい、移動してもらえると、から移動できワープですね。すごい。あ、来た。フロイチロにも報告しちゃいましょう。すっかり忘れてました。おお、ちょっとだけくれましたね、うん、ああ、そっか、お家を作りたいと。あとは新参道に戻っていただいて、はい、